中山香織です。皆さん競馬勝ててますか？私はぼちぼちです。この動画では名古屋競馬場で開催するゴールドウィングの3連単フォーメーション予想ということで、1着固定に選んだのが8番のセブンカラーズです。デビューから3連勝と勢いがあり、前走の弥富記念では4馬身差の着差で優勝したレース内容からも、ここは通過点と判断して本命の1着固定に選びました。続いて2着3着に選んだのが新潟2歳ステークスでは敗れたものの、笠松で3連勝と崩れていない6番のスタンレー、そして自在性のある脚質と安定感を評価して11番の MS ドン、最後3着候補に選んだのが内枠を生かして1番の水戸のシャルマン、強いメンバー相手に崩れていない5番のトリマゴクイーン、以上の組み合わせで3連単フォーメーション6点で勝負したいと思います。競馬カフェでは YouTube 予想と競馬カフェのサイト動画では地方競馬や中央競馬の直前予想を配信しております。皆様からのご来場をお待ちしております。ちなみに、今週の直前予想はキャプターズステークスと園田競馬は何か出します。以上です。